長いトンネルを抜けてやっと着きました。なんかバイオハザードに出てくる、なんかあれだね、アンブレラ社の中の地下研究施設みたいですね、なんかね、うん、着きました。今日ワクチンの帰りに、まあホームグラウンドくるくる寿司行こうと思ったんですけど、時間的に満杯でやってなかったので、やばい、ちょっと作りすぎましたねこれね。生姜焼き、はい、と納豆、定番ですね納豆ね、はい、食します、いただきます。はい、夏休みの宿題、妄想する3日記でございます。冒頭にあった通り、お注射を打ってきました。はい、15時半からの会に行ってきたんだけど、いやー、たまげた。着いた瞬間になんかディズニーランドのイベント並んでるような、どんだけ人がいるのっていうね。すいません、これで打つまでどれくらいかかります？いや、今日は多分2時間3時間帰っていいですかって言いたくなりましたもんね。でもせっかく来たんで並びましたよ。終わったのがね、もう7時前、だから約3時間、くぅ、ずっと立ちっぱ。いや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 、まだね、痛くない、まだ痛くないよ、当日だから。だけどね、3時間並んでやっとね、東京都庁ね、ずーっと地下の方が並んでて、で、はいどうぞっつって12つエレベーター、最後のエレベーター乗るんだけど、乗ったら乗ったでガーンと着いた瞬間に、また展望台の上にブワーって列ができてて、どんだけ並ばせんねんっていう。でずーっとこれね、自分の順番が来るまでずーっと並んでて、で最後にこう、じゃあここで座って待っててください。でその時看護師さんが一人いてね、朝からずーっと多分もういっぱい対応してるのにね、痛いですかって聞いた。大丈夫ですよっつって、いや注射嫌いなんですよねって言ったらね、クスっていい笑顔でね対応してくれてね、朝からね一生懸命ね対応してて疲れてるのにさ、癒されたもんね、看護師さんに。でマスク越しにね、目のねクッとこう笑った笑顔すごい素敵でね、まあできればまたお会いしたいなっていうね、うん、なんかねよくドラマであるね、奇跡の再会みたいな、街でドンとぶつかって、あ、すいません、あ、これ落ちましたよ、あれもしかしてみたいな、ないよね、うん、奇跡の再会、もしくは誰かに連れられてね温泉に来るとかね、ミラクルが起きないかなと思ってますけどもね。まあ私今日看護師さんに恋をしてしまいました。はい、さあそういうことでね、今日であれかな、メジャーも日本もオールスターブレイク、オリンピックブレイクで、メジャーはね休まないんだけど、日本の場合はね1ヶ月ぐらいオリンピックブレイクじゃないですか。まあ練習試合日本各地でやるみたいですけどもね、うん、普段来ないところでもねいらっしゃるということで、まあ地元の方々が練習試合とはいえねプロ野球見れるということで、あとはね13日日本時間で、メジャーリーグのオールスターのホームランダービー出ますけどもね、通訳の一平ちゃんがキャッチャーやるみたいでね、練習してましたね昨日ね、うん、なんかちょっといい感じの、なんかねほのぼのとした感じで、なんか良かったですね、うん。あとはね21日からソフトボールと野球、開会式は23でしょ、その前に始まりますよ。もう2週間切りましたからね。ただ僕ね、まだ当日券ありますっていうね、観客諦めてないんですけど、うん、入れるっていうね、今ちょっとね騒がれてるじゃないですか今回ね、欧州戦、サッカーの欧州選手権決勝6万人ですよ、うん、もうツイッターとかでもちょっとね騒いでる人いましたけど、でメジャーリーグでもね満杯で、世界各国でスポーツイベントね、あれだけお客さん入れてるのに、どうしてオリンピックで観客入れないんだって言ってる人がいますけども、僕もね観客入れてほしい派なんで、まあ一つのね例えで、イギリスの10分の1しか感染者がいないのにっていう、そういうことをね述べてる方もいました、数字を上げて述べてる方もいましたけどもね、皆さんどう思いますか、ね、まあ行われるだけでね、まあ幸せなんですけどもね、やっぱり観客あってこそのっていうところはやっぱり僕の中ではね
かなりあるんですけどもね、ただ21日からのね開幕を楽しみに、勝手にスーさんパブリックビューイングねしてますんで、なんか夜8時まではノンアルコールなんか OK って聞いたんですけど本当かな。そしてね今日一面、なかなかね高校球児が一面になることってそう多くないじゃないですか。見ましたこれね、秋田のノースアジア大名誉元の秋田警報隊付属ですね。名前がねいいですよね。キュータ、球の打つって書いてキュータ、風間キュータ投手、この日はねマックス153キロ、4対0、能代高校なんでね強豪高校じゃないですか。能代っていうとねやっぱりねバスケットのイメージ持たれてる方もいると思いますけどね、やっぱりね日本全国いますね。見出しでね老期2世って書かれてますけどもね、まあ去年からね高校野球も球数制限が導入されたんでね、まあ、監督がどのようなやりくりをしてね戦っていくかっていうところもこれまたね一つの見どころじゃないですか。またねあとね今日新聞読んでね日本全国のこう端から端までこう高校野球の結果を見ていくじゃないですか。私毎年ね応援に行っています。学校がありまして西東京、初戦で敗れてしまいました。実践高校3対0、僕行ってないですよ見に、僕相性が悪いんで、僕が行くと負けちゃうからさ、結果を見てちょっとねあー負けちゃったかと思いましたけどもまあ日本全国まだね、数校僕の友人が指導してる学校があるんでね、そこはくまなくチェックしてますけどもね、島根県であったりね、あとは千葉、神奈川、まあ東京もございますし、知人の息子さんが現役でね、そこの学校とかもまだありますからね、そこはくまなくチェックしてってるんですけどもね、今年はあれ何日からですかね高校野球は。オリンピックの関係でちょっと日程がずれたのかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、ねえオリンピックがあって夏の高校野球は今年行われますしね、それがあるとこのパラリンピックもありますしね、まあこの夏はオリンピック観戦漬けですね。はい、皆さんはどのようなね夏のご予定ね企画立ててますかね。あとはね それぞれね楽しみがあると思いますけども、あとね南米選手権サッカーねアルゼンチン優勝したんですね。なかなか A 代表でねメッシ選手ね結果出すことできませんでしたけどもね、アルゼンチン優勝か。でヨーロッパの方はねイタリア、まあ、先ほどちょっと教えてもらったんですけどイタリアが優勝したそうですね。これね今日ホンジュラスアンダー24日本勝ちましたけどもね、で17日に今度スペインとねやるみたいですけどね、僕ね今年メダルチャンスあると思うんですよね。どう思います？サッカー、あると思うんですよ。まあ、確かにねグループにね、まあメキシコフランスいるんですけどもね、メダル取るとメキシコオリンピック以来じゃないですか鎌本さんのね。まああとはそしてね、まあ週末の楽しみである競馬、夏競馬に突入いたしまして、もうわけわからんですね。まあ
この前の日曜日も荒れましたね。プロキオンステークス190万円馬券ですよ。3連単が100円が190万円くー。これ夏はね、当てよう当てようと思って当てに行くとね、逆にね良くないです。これは思い切っていかないと。うん、あとはね意外とね機種がいい。そしてね枠連がいいなっていうね。例えばね、人気狙ってる馬が外れても、それ同枠と人気の差がね飛び込んでくることとかたまにあるんですよね。それでね枠連もそんなね悪くないんですよ、配当見ても。枠連ずっとこの土日見てて枠連もいいかなっていうね。まあ難しいね、夏競馬ね。うん、さあそういうことで7月12日明日、起きたら私副反応が起きてるかどうか、そこら辺がちょっとね不安なんですけどもね。なんか腕が上がんないとかね、痛くなるって聞いたんですよ。あと人によってはね頭痛、吐き気、熱が出るとかね。明日起きてたらどのようになってるかっていうね、なんかね年取ってるとそんな副反応出ないよってちょっと先ほど聞いたんですけど本当かな、と思ってますけども。さあそういうことで7月12日今日はこの辺でスーさんの夏休みの宿題妄想日記終わります。それではまた明日、お時間のある方はまた覗いてみてください。よろしくお願いします。それでは現場から以上です。